ねえパパ、キャンプツーリングに行くときにどのくらい道具を用意したらいいかわからなくて。そうだね、バイクってどのくらい積めるのか最初わからないよね。じゃあ今日は定番のタナックスのキャンピングシートバッグ2とバックパックにたっぷりキャンプ道具を詰めてみてから試しに見てみて。うん。はい、というわけで今回はシートバッグとバックパックを使って道具を一式組んでみたから紹介していくね。少しだけどこの3つに分けてもう少し詳しく話をしていくね。うん、ありがとうパパ。でも最後のいる？パパはサイドバッグも使う派だから積載には余裕があるんだけど、バイクによってはマフラーの位置関係でサイドバッグが使えないっていうこともあると思うから、シートバッグとバックパックで考えてみたので、よかったら最後まで聞いていってくださいね。やっぱりいらないよね。キャンプってついつい荷物が多くなりがちで、どこまで持っていくか言い出したらキリがないんだけど、今日はとりあえず多めにパッキングしてみたので削る前提で考えながら見てみてね。うん。それじゃあまずは丸一番のバッグの中身について。ちなみにパッキング済みの荷物全体がこんな感じ。マットはシートバッグの外側に固定することで容量を節約できるんだ。あとバックパックはツーリングネットで固定できるよ。バックパックの方には寝具や着替えのような軽いものを中心に入れてるから走行時の安定性も問題ないよ。それじゃあ早速中身を見ていこうか。はい、ドン。こんな感じ。結構モリモリだね。うん、意外とたくさん入るよね。でまずはシートバッグの蓋を開いてすぐのところ、巾着袋状の収納部、ここには汚れ物や虫除けグッズを入れてるよ。左から順に蚊取り線香、虫除けスプレー、ヤブカバリア。蚊取り線香はビニール袋で密封して揮発を防止して持っていくんだけど、未使用の蚊取り線香ホルダーからちょっといじって保護ケースを作って使ってるよ。これなら線香も折れないね。そう、本数的にもちょうどいいよ。今回はこんな感じである程度まとめて道具を紹介していくんだけど、概要欄の方も同じようにまとめておくから参考にしてみてね。うん。それじゃあ次の箇所に移ろう。シートバッグのチャックを開けてすぐのところ、まずは焚き火セット。焚き火道具はパラフィンハンプトートにまとめてあって、中身を出すとこんな感じ。1、火消し袋。2、焚き火シート。3、ショック熱ハンマー。4、火バサミ。5、手袋。6、ナタ。7、ノコギリ。8、バトニング台。9、パチグリル。10、パラフィンハンプトート。この10点をまとめてるんだ。ちなみにショックレスハンマーはバトニングとペグ打ちに使ってるよ。バトニングは薪でもできるし、バトニング台はなくても薪を台代わりにできるし、ノコギリで切らなくてもバチグリルならそのまま乗せられるから、必要に応じて道具の選定をしよう。ただ不安定な状態でナタを振り下ろしたりすると危ないから気をつけてね。うん、荷物は軽くしたいけど怪我をするのは怖いから最初は一通り持っていこうかな。夏とか焚き火をしないときは丸ごと外せば結構な重量の削減になるからね。それじゃあ次の箇所に移ろう。バッグに収納していた道具の続きなんだけど、左から1、ハンギングラック。2、ペグ式ランタンポール。3、ひざ高のテーブル。4、ミニテーブル。5、メスティンウォームキーパー。6、グランドシート。7、グランドチェア。8、メスティンセットと、ここまで。ちょっとかいつまんで説明するね。ミニテーブル、かなり薄くて軽いね。うん、積載量を気にする人はテーブルはこれだけでもいいかもしれないね。うん、僕も荷物は減らしたいからミニテーブルだけにしようかな。パパは膝高のテーブルをメインテーブルにして、ミニテーブルはサブ、サイドテーブルとして使うんだけど、ミニテーブルって結構前かがみにならないといけないから長時間何かをするのはちょっとしんどいんだ。椅子はテーブルと合わせてあぐらがかけるぐらいの低いものをチョイスしたよ。バイクでのキャンプは背の低い道具がほとんどだから、低い椅子の方が何かとはかどるからね。でもそもそも背もたれもいらないっていう人は椅子そのものを削っても大丈夫。結構かさばるからね。ハンギングラックも背の低いやつで、洗い物なんかが干せるメッシュのカゴがついたもの。このメッシュがパパ的にはかなりお気に入り。メッシュは別にいいやっていう人はダイソーのやつがコスパが良くておすすめ。次、メスティンウォームキーパー。これ何？名前の通りメスティンを入れて保温する道具なんだけど、これソフトクーラーにもなるんだ。すごくコンパクトに収納できるし、保冷バッグになるから氷や食材を買いに行くときに便利なんだ。それにショッピングバッグよりずっとおしゃれでしょ。確かにイオンのマークとか入ってたらちょっとなえるかもだけど、この見た目は嬉しいね。ガチなソフトクーラーほどの保冷力はないけど、バイクでのキャンプにはもってこいだと思うよ。箱型の小型クーラーバッグじゃ入らないお肉や刺身のパックも入れやすいからね。ふむふむ。あとはメスティン、ダイソーのやつを2つサッキングして中にアルコールストーブと五徳を入れてあるんだ。アルストと自動炊飯シリンダーならアルコールの量で加熱時間のコントロールができて、ナーゴーでも美味しく炊けるからおすすめ。ただ100均のポケットストーブと固形燃料でも自動炊飯はできるし、お安く始められるので初めての人はそっちがおすすめ。
あと300円の風防は一緒に持っておきたいね。なんで？風防がないと開けなく火が消えちゃうからね。ふむふむ。あとメスティンの蓋はお皿に使えるし、わざわざ別で買う必要がないのもいいよね。よし、じゃあシートバッグに入れる道具は次で最後。ペグセットとテントとキャノピーポール。ペグ入れるの中にはチタンペグを必要本数入れておいて、ペグ型の蚊取り線香ホルダーとペグ抜きのロープも一緒に入れてるよ。さっきのショックレスハンマーでペグを打つんだけど、ペグ抜きがないと抜くときにしんどいからね。ちなみにショックレスハンマーを使うと小さい力で静かにペグ打ちができるから楽な上に周りの人の迷惑になりにくいんだ。だからこれなんだね。あと最後にテント。超定番のツーリングドーム ST は収納サイズが 50×20cm で重量が 4kg。 バイクでのキャンプはこのぐらいのサイズを基準にテントを選ぶといいと思うよ。特に荷物が置ける前室と日差しが避けられるキャノピーがついたものは過ごしやすくて初心者向きだと思う。このサイズ以下なら今日紹介した道具は全部収まるからね。ちなみにパパはアースピノマットっていう TC 素材の TP テントも使ってて、収納サイズは約 52×25cm で重量が 5.5 キロとツーリングドームよりちょっと大きいし重いけど、マーサキさんにも困ってないよ。かっこいいね。火の粉で穴が開くこともないし、スカートがついてるから冬も使えて、インナーテントを抜けばもう少し軽量化できちゃうしね。じゃあ僕もこういうのにしようかな。ただ TC って重たいし、水濡れに弱いし、乾きにくいし、カビが生えやすいから管理が面倒で雨の季節はしんどいかな。うん、じゃあポリエステルとかナイロンの方がいい？そっちも乾かさなきゃいけないけど、 TC よりは断然乾きやすいからね。火の粉が飛んだら穴が開いちゃうのがたまに傷なんだけど、ちゃんと焚き火との距離を取っていれば問題ないよ。結論、好みだね。うえ、困った。まあバイクキャンプに使うなら最初はツーリングドームとかの方がいいと思うよ。じゃあパパのツーリングドームちょうだい。え？あ、じゃあパパは代わりのテント買おうかな。実はもっと軽量でコンパクトなテントが欲しかったんだ。よし、じゃあまだバックパックの方が紹介できてないから、こっちの方も見ていこうか。はい、どん。左から1、ウォーターサーバー、2、折りたたみバケツ、3、トイレットペーパー、4、ファーストエイドキット、5、ガスボンベ、6、シュラフ、7、インナーシュラフ、8、エアピロー、9、ランタン、10、防寒着、11、楽な靴。ここまで。これもかいつまんで説明していくね。まずウォーターサーバーとバケツは手元で水が使える環境を作れるのであると便利だよ。次、トイレットペーパーは持っておいた方がいいよ。トイレに紙がない時の保険だからね。無料のキャンプ場なんかは管理人さんもいなかったりするし、トイレに紙がなかったら積んじゃうからね。次、ファーストエイドキット。前回の虫刺されの対策の動画を見ればわかるから、気になる人はチェックしてみてくださいね。次、シュラフとインナーシュラフと枕。寝袋は夏用で10度対応の封筒型。積載容量を減らしたい人はコンプレッションベルトのついたタイプがおすすめ。あとインナーシュラフは積載量を食わないし、気軽に洗えるから使った方がいいと思うよ。あとエアピローの枕はデイトナのやつがおすすめ。1300円と安いのにかなりコンパクト。硬さ調節ができて頭が痛くならないし、マジで翌日の QOL が変わるアイテムだね。そんなにいいなら使ってみようかな。うん、マジでおすすめ。次、ランタンはゴールゼロのパチモン。2つセットが3600円で買えたし、充電が切れても回して使えて便利だから。次、防寒着はユニクロのウルトラライトダウン。急に冷え始めた時や寝袋の増強用だね。あとできればカッパ、ヤッケも一緒に持っておきたいところだね。次、楽な靴。ワークマンのやつなんだけど、割と通気性が良くてスリッパみたいに使えて快適なんだ。それにライディングシューズであぐらを組むと汚れたり傷んだりしてももったいないからね。で、バッグの中身はこれで終わり。あとはマットなんだけど、フォームマットならシートバッグに固定できるからおすすめ。これから始める人はまず安価なマットからでいいと思うよ。でもコットも持っておけば、冬はマットと併用して寒さをしのげるようになるので、おすすめのコットも概要欄に貼っとくね。実はパパもついつい最近また気になるコット見つけちゃってポチっちゃったんだけど、やっぱり快適だね。なんでコットが何個もいるの？いや、家族キャンプに使えるから無駄にはならな。パパ、こないだ謎の中華コットに手を出して一瞬で壊れてお金をドブに捨てちゃったんだよね。ジョイ君、それは言わない約束。それじゃあ次は丸2番のサイドポケットについて。シートバッグの左右にも小さい収納スペースがあってさ、パパは左側に調理関係を、右側にバーナー関係の道具をまとめて入れてるんだ。
ほうほう。まずは左側。左側はポーチとして取り外すことができるんだ。パパの場合、純正ポーチとシートバッグの間に100均で買ってきたポーチをもう一つ挟んでて、2ポーチ仕様にして使ってるんだ。これとメスティンを合わせた3つがマイ調理キット。中身はこんな感じ。純正ポーチにはウェットティッシュやカトラリーや調味料類を入れてて、アウトドアスパイスや塩、胡椒、砂糖、だしの素、鶏ガラ顆粒、カレー粉、オリーブオイルとごま油を常備。あと冷蔵庫からマヨネーズやケチャップ、醤油や白だしなんかを小分けにしてクーラーバッグに入れて持って行ったりするかな。純正ポーチとの間に挟んでるサブポーチには竹まな板とオピネルのクッキングナイフ、アルコールを入れたスキットルが入ってるよ。このぐらい揃えておくと気分で味付けが選べて楽しいんだ。僕もご当地のお酒に合いそうな味付けを考えると今から楽しいよ。飲む基準？あとは右側のサイドポケットなんだけど、ここにはバーナー関連がしまってあるんだ。左から順番に 1CB 管ガストーチ、 2着火剤、3スライドガストーチ、4ガストーチ用ボンベ、5間違った着火剤、6シングルガスバーナー、7ポール用ランタンフック。こんな感じ。最後のフック以外は着火系アイテムだね。あと外側と内側に小さいポケットがあって、内側にファイヤースターターと麻紐と皮膚規模、外側にミニホウキとチリ取りを入れてあるんだ。よし、ようやく全部紹介し終わったね。あとはシートバッグの上にバックパックとマットを固定して一式積載状態の完成。ちなみにパパはシートバッグに備え付けのプラスチックの固定金具だけじゃ心配だから、必ず金属ラクチェットの2締めベルトでぐるっと一周車体と荷物を固定してるよ。もし落っことしたりなんかしたら他人の人生を奪うことにもなりかねないから、絶対に落ちないように固定しようね。うん、気をつけるよ。もう少しでも怖い感じがしたら欲張らないで道具を減らして調整してね。うん、じゃあ僕は多すぎる道具は4次元ポケットにしまっておくよ。積載する意味。最後に丸三番の変身を2回も残しているについて。何これ？今日紹介したタナックスのキャンピングシートバッグ2、実はあと2回変身残してるって知ってた？何？バッグの両端にあるファスナー、この2つを開くことで容量が15リッター、約 25% も増すんだ。片側ごとに10センチ、計20センチも広がるんだよ。すご、シートバッグが本気出してきた。でも基本的には拡張なしでパッキングした方がいいとは思うよ。なんで？キャンプの後ってゴミが出たり、お土産で荷物が増えたりするよね。うん。そんな時にこの拡張機能が活躍するんだ。ちょうど拡張した横のところから開いて物が入れられるから、不意に出たゴミやお土産なんかはこのスペースを使うといいよ。あとパパはこの壁面のメッシュインナーポケットに数種類のビニール袋を常備してて、濡れたものやゴミの処理に使ってるんだ。ちなみに反対側のメッシュポケットには日焼け網とドライバッグを入れてるよ。この位置ならすぐに取り出せて便利だね。でもドライバッグって何に使うの？寝る前に洗い物や生ゴミが残っちゃった時に使うんだ。こういう匂いが漏れない袋に入れとかないと、寝ている間に野生動物に荒らされるとまずいからね。テントを動物に破られちゃった人もいるからね。うわ、もし寄ってきたのがクマだったりしたらやばいよね。ママなら仕留めてクマ鍋にしてくれるんだけどな。え？今日はバイクでキャンプに行くためのパッキングレーンの紹介だったんだけどさ、実は道具を持っていかなくてもキャンプする方法はあるんだ。例えばレンタル、これなら手ぶらで行けるよね。それか宅急便、事前に道具を送っておくとバイクでの移動はかなり楽になるよね。ただこれってお金に余裕がある人向けにはなるけどね。なるほど。あと問題は配送できないものがあるっていう点。実は宅急便って燃料や刃物のような危険物は送れないし、内容物をキャンプ道具と記載した時点で断られたりするんだ。パパも以前ナイフを返品交換するときに断られて困ったことがあるよ。うん、通販では普通に送られてくるのになんか変な感じだね。だからそういった危険物の類だけは自分で持っていかなきゃいけないから要注意だよね。それとくれぐれもキャンプ場に勝手に送りつけたりなんてしないようにね。事前の確認はもちろんなんだけど、キャンプ場によっては預かれないっていうところもあるからね。まあそうだよね。だから下調べって本当に大事。もちろん他の人の話も参考になると思うので、しっかり調べて準備してね。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。面白かったよとか参考になったよという方はですね、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回の話以外にもパパライダーのジョニーから皆さんに役立つバイクやキャンプの情報を発信していきますので、よろしければ今のうちにチャンネル登録をして次の動画の通知をお待ちください。ご飯よ。ありがとう。今日は何かな？こないだ仕留めたクジラ肉の竜田揚げよ。わーい、独特な癖があってお酒が止まらなくなるやつだね。え？
何でもないような日々が続いてほしいと願ってるんだ。お願い。いつまでたってもこのご時世は良くなりそうな気配もないが。